ジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼ全国の大円球を愛する皆様ようこそジャパンラグビー TV 矢野たけしのラグビーカタローゼおはようございますナビゲーターの矢野たけしです先週ヨーロッパ6国対抗戦シックスネーションズで来年のワールドカップ開催国フランスが全勝優勝グランドスラムを果たしましたそのフランス代表は7月に来日して日本代表と2試合を行います まあ去年秋にはオールブラックスにも勝っている、まあ、今最も勢いのあるフランスです。最高の相手がやってきます。まあ、そして日本代表のヘッドコーチ、ジェイミー・ジョセフさん、今各試合を視察していて、どんな選手をそのジャパンに選ぶのか、その意味でもとってもリーグワン楽しみです。さあ、今回もゲストをお迎えして、リモートでの収録での配信となります。皆様もぜひコメントを書き込んだりして、同じ時間、ラグビー語ろうぜ、お合言葉にお付き合いください。 さあでは早速今回のゲストのプロフィールからご紹介します1993年8月3日生まれ福岡県出身中学生の時にラグビーと出会い高校は強豪の東福岡高校に進学花園で3連覇をした大の中心選手として活躍しましたその後東海大学では1年生の頃からレギュラーを務めジュニアジャパンなど各世代の代表にも選出 卒業後はワイルドナイツに加入してルーキーイヤーからメンバー入りしトップリーグラストシーズンでの優勝にも大きく貢献なさいましたそこで今回のゲストをご紹介しましょう埼玉パナソニックワイルドナイツからプロップ平野翔平選手ですよろしくお願いします平野選手まず先週めちゃくちゃ活躍しましたね、はい、<laughs> そうですねちょっと自分でもあれ調子いいなと思いつつやってました <laughs> 正直、プレイヤーオブザバッチ俺来るかなみたいな感じはいや、まあ、正直、試合終わり、チラチラ見てたんですけど、坂手が近づいていったんで、あ <laughs> 俺じゃないなと思って <laughs> はい、残念でしたね。<laughs> <laughs> でも先週のね、以降ブラックラムズ東京戦、先制トライでしょ、はい、あと前半終了間際のあのチャージからすごいオフロードパス。<laughs> そうですね、チャージもして、スクラムをペナルティ取ったんですけどね。そうですよね。はい。ちょっとまだ、まだこれ以上求められてんだと思って、ちょっと。そうですよね。はい、これでもあかんかみたいな。<laughs> ちょっとそうですね。あとちょっとかもしれないですね。いや、でも充実のシーズンですよね。そうですね。もう今シーズン、 すごくスタートで行かしてもらってるんで充実のシーズンですここまで8試合実際戦って7試合出場で6試合先発そうですね。ですね。東京サントリーサンゴリアス戦もあったと思いますけども、はい、今回、えー、そのチームの方から紹介してもらって <laughs> は<い>ちなみに小林る選手はこうどういう仲なんですか 高校代表とかから知り合って、でそこからは、まあ、大学出てきて、まあ、たまにご飯とか行ったりとかしたり、飲み行ったりとかもしてた中ですね。えー、で、なんか多分僕のことをちょっと気に入ってくれてるか分かんないんですけど、<laughs> はあ、まさかのなんか僕にちょっと来たんで、まあ、僕も、はあ、逆にありがとうと言って、ぜひ小林選手がどんなコメントを残してるか、実は。 こちらあります。お聞きください。はい。翔平、元気最近、金髪に染めて、ちょっとチャラくなってますけど、元気にしてますか <laughs> 面白い話、たくさん持ってると思うんで、皆さんを笑わせてもらえればと思います。お願いします。どうですかだいぶハードルを上げてきてますね。<laughs> ねはーい。 金髪もチャラついて、これはちょっとだいぶ目立って、グラウンドで気づいてもらえればなと思って。ほ、うん、うほう。はい。やっぱりアピールしないと。確かに。はい。あの、そもそもまず、実況アナウンサーからすると、とっても助かるんですよ。はい、<laughs> 見つけやすいですか見つけやすい。でも、平野選手は、その髪の毛にしなくても見つけやすい。フォ、はい、<laughs> ルム的にとてもわかりやすい。前から良かったですか <laughs> そうですけど。あでもやっぱりちょっとそういうのは意識しますそうですね。 ちょっと染めて目立ちたいなっていうのがあったんで、それでまあちょっといいプレーすればいいんですけど、悪いプレーしてしまうとそっちも目立っちゃうんで、<laughs> まあ自分にプレッシャー与えながらやってます。確かに覚悟は必要ですよね。はい、これ、ちなみにどういう美容院とかでどういうい注文すするんですかこれはちょっとラグビー選手何人か行ってる行きつけの美容室が、えーはい、中目黒にありまして、はいはい、ちょっとこれは。 一発今シーズン気合え入れたいんでと、<laughs> で、ちょっと染めてくれという感じで、<ー>はい、そしたらなんかちょっと、思ったより他のチームも金髪増えてて、<laughs> <laughs> あれっていうのがちょっとありましたね、やっぱりみんな <laughs>、まさかが金髪かぶりするとは思わなかったんで <laughs>、意外とみんなと乗っかっちゃったみたいな感じになっちゃって、<laughs> はい、一番最初だったら嬉しいなと思います。<laughs> 俺でででももそれシルバーっっぽい感じでもなかったですかたす最初そうですね最初の方はなんかあのー、えっ、ー、とブリーチしてはい、はい、でちょっとグレーの色を入れたらなんかちょっと化学反応でちょっと緑出ちゃって <laughs> <laughs> でそれを抜けてちょっとあのー、シルバーっぽくなってだんだん今、うん、こういう色に落ち着いてきたって感じですね。あじゃあ結構染めてから時間取ってるんですか そうですね。で、またブリーチ一回してとかで、そっから色変えてないんで、<ー>ただ単に色がどんどんこう変わってくれてるって感じですね。次考えてる髪が、髪の色とか髪型、ちょっとだけ実はパーマかけたんですよ。きた、ウェーブ。そうですよね。<laughs> そうそう。もっとなんかストレートだった。<laughs> はい。シルバーの。実は、だんだんと変化、皆さんに気づいてもらえるように、<laughs> ちょっとだけ パパーーママを入入れれつつてます今 <laughs> じゃあ毎節写真撮ってるファンの人は並べて比べていくと違ってくるってうそうですねだんだんもう <laughs> 毎回毎回違う髪型はちょっと届けれたらなと思ってます例えばそういうのってスクラブの中で相手とやり合う時そういうこうヤジっぽいのが来たりするんですか <laughs> 相手とか <laughs> 髪色変えてんなとかですかさ <laughs> すがにそれはないですね <laughs> 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 でもなんか そうですね金髪、<laughs> 目の前が金髪がまだ来てないんで、その時にはあって、お互いになるかもしれないです。あれ、中島石玲選手の時どうでしたという面が。確か坊主、坊主だったんですよ。スキンヘッドにしちゃったかなんかで、ああはい、金髪対決くるかなと思ったんですけど。その前まであの金髪にしたりとかあの、桜色みたいな色にし,ました,、ね、たもんい <laughs> なんか何色で来るんかなと思って。それ、はい、平野選手だけ意識してた。<laughs> はいやいやしてました。<laughs> 髪色で負けちゃダメだと思って。<laughs> 今日ねあの後半でちょっとスクラムの話もぜひぜひいろいろ聞きたいので、はい、はい、限られた時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずは、えー、パスを送ってくれた小林渡る選手、中学の一年間ぐらいで二十センチ身長が伸びたっつってたんですけど。はい、めちゃくちゃすごいですね。これすごいですよね。はい。そんなでヒラ選手ちなみに。 もともとそのサイズ的には、横幅的な。そうですね。僕、本当小学校の時は一番でかさのピークだったんじゃないかなっていうのがあって、えーはあ、小6でもう170の90キロぐらいあったんで。えー、何もう1回 1> <laughs> ?170 センチ90キロぐらいあったんですよ。小学生で。はい。で、それでもう全然同級生よりでかくて。 であのー、小学校の時僕、ソフトボールやってたんですよ。はいはい、で、ソフトボールの時左利きだったんですけど、キャッチャーでかいからって言って、やらされて、うん、で、僕よ、あのー、僕より累進の大人の人がほうが、審判の方が小さいっていう、<laughs> そういう写真がいっぱいあります。えー、<laughs> キャッチャーは、キャッチャーはなんかでも、そうですね、普通、右利きがやるんですけどね。ねはいで、僕、左なのにキャッチャーやってて。 基本、右バッターボックスの人が多いんで、盗塁されたら、ものすごい投げづらいですよねそうそうめちゃめちゃ投げづらいし、しかもなんか、まあ、これは右左に関係ないかもしれないんですけど、普通にあの盗塁阻止しようと思って、立って、投げて、その後帰ろうとしたら、素振りが当たって、多分でかすぎて、いるはずのないところに <laughs> あったんですかね、ねバット当たったりとかして、でもそれでも全然大丈夫でした、小さい頃がから大きかったんで。 あのいわゆる駐車場のこうラインが <laughs> 書いてあるよりは大きな車をがいるみたいな感じ、ね <laughs> はいいるみたいな感じで <laughs> 大変でしたねでも結構スポーツ少年だったみたいですよねいろいろそうですねいろいろスポーツはやってきました例えば、えっと、水泳と空手とまあソフトボールと野球とサッカーもやってましたねへえ<ー>いろいろと。 それスポーツ少年団みたいな感じいやなんか普通に習い事としていろいろんかこういろいろするのが好きだったんで<ー>水泳は6年間小学校の時やってで空手は3年間ぐらいですかね<ー>で初めて1年ぐらいで九州大会優勝して <laughs> そうすごい、はあ、でなんかもういいかなと思ってやめちゃってあえだから続けたんじゃなくってはいなんかもう チャンンピオンになっっちゃったと思って <laughs> もう強いやついねえからいいやみたいな。<laughs> いいやみたいな感じで <laughs>。で、それでもうソフトボールと,、えー、と水泳をやって、中学校からは硬<ー>式野球をやったんですよ。え<ー>。あのボーイズリーグっていう。はい,はいはいはい。で、その時一緒の同級生だったやつも今、あのプロ野球でやったりとかしてて。おちなみに。とベイスターズの,あの高城シュー斗っていうキャッチャーなんですけど、<ー>まあ、そいつと一緒に同級生で。 うん、やってました高城選手は高キャッチャーで僕はファーストやってました。やっとちゃんとしたポジションに <laughs>、はい。左利きはね、あのファースト、はい、特に多いし。で,でラグビーはラグビーはずっとその公式野球やってる時から中学校の同級生に女子でラグビーしてる人がいて。女子はい 浜辺里穂ってやつなんですけど、はい、なんか多分、今でもやってるんですかね、なんか最近はもう連絡、ちょっと連絡取れてないんですけど、うん、その子がもう野球やってる時からずっと誘ってきてて、<ー>でもう、じゃあちょっと一回練習行ってみるよって言って、<ー>ラグビーしてみたら楽しくて、そこからちょっと切り替えて、あのしかも入ったところがその、カシーヤングラガーズってところで、はい もうその時入ってすぐに布巻さんがいて、今も一緒のチームメイトの<ー>ですごい人いるなっていう感じで,<ー>で、僕も一緒にやりたいっていう感じになっちゃって、<ー>で、野球をやめて、そこからラグビーをやり始めたら、こんなことになっちゃったんですね。<laughs> そうか、ボーイズリーグとひあの休みがかぶりますもんね、練習の日とかは。そうですね。なんでやめましたね。えでも、その浜辺さん 女,はい、女子選手な、なんで平野選手をそう誘ったんですかねやっぱ中学入った時に、多分でかかったんで、ああもうすごかったですもんね、お前はラグビーをやれってもう、<laughs> 結構強めの口調に <laughs> <ー>、はい、やった方がいいよってずっと言われてて、<ー> 2> で中2の本当、中間か終わりぐらいに、やっと、はい、ラグビー始めたんですよね、<ー>それまで野球やってたんで。 でも浜辺さんのおかげじゃないですか言ってみればそうなんですよね本当、<ー>ありがたいですよね<で>まそうですよねはいへえそっかじゃあ始めたのは中学なんですね中学からその歌詞ヤングラガーズはいそうですへえで小学生時代に実は面白い話をちらっと聞きましてはいバレ込みがあってはいははは。<laughs> <laughs> ちょっとね、今私が平野選手に写真見してるんですけど、ね、教えてください。何のプロフィールですかこれ,これは僕があの劇団ひまわりというところに入ってた時のプロフィール写真と、<laughs> えっと、小学生の時に同級生タオを圧倒したサイズ感の写真ですね。めちゃくちゃでかいんですよね。一人。めちゃくちゃでかいんですよね。大人よりでかいですもんね。でちなみにその、 あの劇団ひまわりなんですかはい劇団ひまわりってところにいてああで僕エキでもエキストラぐらいしかやってなかったですねあのねここの劇団ひまわりのプロフィールに、はい、平野翔平5歳1 1 7センチ二2 6キロサッカー <laughs> 野球ダンスって書いてある、ね、<laughs> 多分ダンスは本当に勝手に親がプロフィールに入れましたね <laughs> 全くやったことないんでじゃあ結構親御さんが そうさせたくてですかね。もうなんか全然覚えてなくて、でも、うん、多分これに行ったら何か買ってもらえるみたいなのが多分誘惑はあったんだと思います。<laughs> <お>それで。えー、はい。え、レッスンもあってですよね、当然。そうなんですよ。レッスンとかも一緒行ってて、えー、なんかいろいろ発声練習とかやってましたね。<laughs> そのちょっと、えええもうずっと、 部屋の中でなんか「あ」とか「うんうん、いい上」とかそういうのやったりとかして、うん、なんかそういうちょっと記憶はありますねええ<ー>エキストラした時もなんかすっごい長い時間待ったりとかしてそうそうは<ー>役者もねはい<ー>え何かそれちょっとだけ記憶ありますな何のエキストラとかドラマとか映画ですかいやなんかあの車の CM かなんかでした <laughs> <laughs> 車の CM のみたいなへえ<ー> 車 CM のやつで車の後ろ大人数動いてるみたいなやつではい、はい、歩行者として出ましたね出演したっていうよりは映ったぐらいの感じの <laughs> はいどこにいるかも分かんないぐらいじゃないですか、ね、<笑><笑>でも親御さんがそうなんていうかな役者さんにさせたいとかそういうのあったんですかねあったんですかねなんか今話すとそんなに、まあ、やってたねぐらいの話なんで、えーまあ、とりあえずやってみるか感覚で多分、うん すごい、そのおかげで、それこそ,そのいろんなスポーツもやらせてもらいましたし、だからそういうチャレンジ精神というのは、ああ、なるほど。はい、あ。ありがたいなと思いますね。でも劇団に入れるあの親御さんって結構おとなしくて人前で喋れない、だからちょっとそういうためにっていう人もいますけど、どういうちっちゃい頃はだったんですかちっちゃい頃からよく喋るなとは言われた気しますね。ちょっと記憶の、はい、あ。なるほど。 はい、あ。じゃあ今の完全にまんまって感じですかそうですね。今と全然変わらないと思います。<laughs> いや、なんなら今より喋ってるかもしれない。小さい頃の方が。<laughs> めちゃめちゃうるさかったです。ガキ大将系なのか、こう、そっちではなそうですね。ガキ大将系だったかもしれないですね。<ー>小さい頃は。もう間違いなくさっきのでかい写真は、ほぼジャイアンですもんね。<laughs> そうなんですよ、ね。小さい頃、本当友達と学校終わり、よく、あの、サッカーとか野球とか遊びに行って、 でみんなちょっと休憩時間にあのちょっと駄菓子屋行っておやつ買おうやっていう時間があるんですけど、うんまあ、その時にみんな駄菓子買ってるところで僕だけあのちょっと隣の近くのコンビニに行ってハムとか買ってたんですよね <laughs> <laughs> 僕だけハムとか近くの弁当屋で弁当買ったりとかみんな駄菓子タイムなのに僕だけなんか飯食ってるみたいな。 そんな感じの小学校時代ですね。おっさんみたいです、ねうん、おっさんみたいな。でもなんかハムとかなんかちょっとタンパク質摂ってるんです。<laughs> 意識は高かったかなみたいな思いますけどね。<laughs> そ,そこまで考えてたの <laughs> いや全然学生何も考えてなくて。<嘘> <laughs> はい。お菓子はでもなんか本当に全然食べなかったですね。でもこんなに大きくなっちゃって。えーえー、はい。もうでもお菓子食べててこうなんていうかいわゆる太る子ではなかったんですて たくさん食べて大きくなるっていう,う、ね、はいなんか遊び行く前も本当学校終わってランドセルとかを家に置きに帰って、うん、とりあえず家にあったパン一気に食って遊び行くとかもありましたね <laughs> 一気に食っちゃうんですか一気に食っちゃうんですよね <laughs> やっぱりでかくなるなと思いましたね今考えるとだって1 7 0ンチ9 0キロでランドセル背負ってたわけでしょはいもう入んなくて肩片だけで こう担いで学校行ってました <laughs> 片方だけはい片方だけでこうやって学校行ってましたね <laughs> ずっとコみたいなちっちゃくなっちゃって <laughs> もうちっちゃくなっちゃって、えー、で今ね平野選手がちっちゃい頃からよく喋ってたってそうですねはいおっしゃいましたけど、はい、実は高校時代はねもちろんあの東福岡で3連覇の時の2年生からですかね <laughs>、はい、決勝でそうですね2年生から花園には出させてもらってます すすごいででしたねね年間そうです、ね、僕が1年生入った時しかも僕東福岡が強いって知らずに何布巻さんが行ったからっていうだけで行ったんですよね、えー、でそしたらなんか1年生の時から全国大会行って柿永さんの時の台でめちゃめちゃ強えなっていうのが。うん、で最初だから どえらいとこ入ったなと思って、<laughs> <laughs> でもまあ、ちょっと出たいなっていうので頑張って、うん、そうですねでも、布巻選手はやっぱりこう、なんていうか、憧れ,れたというか、はいそう、尊敬する先輩みたいな感じでですかそうですね、で、しかも僕、中学が隣だったんで、ああですごい、あのー、ラグビーの練習がない日も、よくしてもらったりしてへ<ー>で、それで僕は一緒に高校行きたいなと思って、はあ、ああ行かせてもらいましたね。 あのー、今出た布巻選手もそうだし柿永選手もそうだし、はい、高校の時からなかなかな貫禄ありましたよね,、はい、ね。皆さん、布巻さんとかだって僕最初中学入った時僕の,おあの親がある人コーチかなって言ってて全然はない一つ上だったっていう <laughs> あれって <laughs> えじゃあ、東ってだからちょっとすごい人ばっかり来てるんですね。 そうですね、いろんな本当にみんな面白いキャラクターが、僕の同級生もいっぱいいますし、うんはあ、今でもトップリーグでやってる、あトップリーグがリーグワンでやってる。ちなみに何人か教えてもらえると。サントリー、木村敬弘と、うん、まあ僕、えーと、埼玉の藤田、うん、あと久保谷、埼玉っていうプロプ、はい、プロそいつと一番、三番でやってたんですけど。そうですね、はい、であと えっと、三菱ですかねああ、ダイナボアーズね。今はい。の、あのー、岩村コー,ーはいはい。その辺じゃないですかね。へえー、すごい大ですね。そうですね。今考えればここまでみんなやってるっていうのはああいいこと、嬉しいですね。行政を3年生の時は倒して日本一になったし、2年生の時は党員と引き分けの時ですよね。そうですね。あの時も僕もうあの21点差ぐらいある時に後半入れられて、ああはい。ここ かからっていうのもありましたけど、まあでもそこから追いつけたんで、あんたは。で、そのもおも3番は松並選手でしょそうですね。松並さんで、で、1番が北川さん、今、そこはスピアーで。はいはいそうそう、その時もそごかったですね。で、フラムカーに西内さんとかいたんで、もともと静岡、はいはい。はい、ブルーレブスやってた。 なんか今のリーグワンのこう本当にど真ん中の人たちばっかりですねそうですねすごいメンバーばっかだったなっていうのはありますね、うん、まあ開幕のゲームはねその久保田スピアーズ戦はね、はい、残念ながらう試合できなかったけどもね,ね多いですよねスピアーズのメンバーもそうですね試合してたら相当楽しいことになってました毎回毎回北川さんと組むことが多いんでそっかはい <laughs> 毎回毎回試合、スクラム組む前もニヤニヤしちゃいますね。<laughs> あそういう感覚なんですかまあ、そうですね、やっぱ本気でやり合いますけど、うん、まあやっぱりお互い、だからちょっとこうやってくることは大体分かるんですよね。へぇ、えーまあ、それなんで、まあ、その知ってる人とスクラム組むときとかは、うん、ちょっといつもとは違う感覚ですね。ええー。スクラムの話の前にちょっとこれ聞こう。 先ほどちらっと振りましたが、ちっちゃい頃からよくしゃべる少年は、はいね、実は今話した東の時もいろんな野望があったと。そうですね。東の時、3連覇して優勝したにもかかわらず、卒業後は NSC に入りたいなっていうんで。吉本総合芸能学院ですよね。<laughs> NSC <laughs>、はい。そこに入りたいなと思って、進路相談の時にもあの、その時は当時の谷崎先生。<laughs> ええ とかあのコーチの藤田先生にも、はい、あのそう行きたいんだと伝えて <laughs> え谷崎先生とか藤田さんにもそう伝えました相談したんですか,かはいなんて言われた最初はなんか最初は本当にいいんじゃないかみたいな感じだったんですけど、うん、なんかだんだんこう進路が決まり周りが決まりだしたぐらいに <laughs> 夏合宿ですかね夏合宿の時に一番最終日 打ち上げ終わった後と、はいうん、呼び出されて <laughs> 大学先生にさすがに大学にはいか <laughs> 行こうかみたいなこと言われて <laughs> <laughs> で僕もそこであの <laughs> 説得されて分かりましたとちょっと大学行,行きますっていうことで <laughs> 東海大学の方に行くことになって <laughs> えじゃあもしそれ説得されなかったら本当に NSC そうですねもう一緒に入ろうって言ってたやつもいて地元の同級生でそいつはもう入って卒業してもう今ちょっと今連絡つかなくなっちゃって何してるか分かんないですけど <laughs> <それ S 2> はいえち,ちなみにコンビで漫才やりたかったんですか漫才をそうですねやるなら漫才かなと言ってでも今考えると僕はなんかこういろいろロケとかバラエティーとかでこうふざけたかったうん、うん ななんかかかこうういいいろいろやりたかったのかなっっのていうイメージですね今考えると、まあ、でも真剣にやろうと思って入ってたら漫才ストイックにやってたかもしれないですね。うん、おまあでもその時はいわゆるこう演芸場でがっちりやるみたいなナイツみたいなタイプじゃなくてちょっとテレビでこう,そうです、ね、タレントさんに近いみたいなそんな感じのイメージでしたね。あちなみにその友達とコンビ名は何だったんですか、はい コンビ名とかももう全く考えてなくて、うん、本当ノープランでただ単に入ろう行こうっていうだけで<ー>勢いだけはあったんですよね <laughs> だから今考えると本当危なかったなと思いますねちゃんと考えてなかったで,、ま、でも分かんないですもんねそればっかりはねそうですねひょっとしたら <laughs> ひょっとしたらがあったかもしれないですね、うん、えちなみにこうその時とか好きなお笑いの人とかあとどういうスタイルでやろうみたいなとかあったんですか もうその一緒に行こうって言ってたやつがめちゃめちゃそのほんと王道かもしれないですけどダウンタウンが大好きでまあちょっとこういう感じではそうそうその相,相方になろうとした方は漫才やりたいみたいな感じだったんですよ。はい、なるほどなるほど。はいで僕はなんかそれとりあえずじゃあその話聞いたりとかしてたんですけどまあそこまで漫才漫才っていうわけじゃなくて。なるほどはい だから僕もじゃあそれダウンタウンって言ってましたね、<laughs> その頃には。一応ネタはやってたんですよ2人で練習したりみたいな。ネタって、昼休みとかに、うん、なんか友達と笑ったら罰ゲームっていうゲームをずっとやってて、<笑>,はあ、笑ったらダメ二24時間みたいな、ああ、なるほど。んあんなイメージでずっといろいろやってましたね。えー 本当、ほんと急にね、急に笑わかせに来るみたいな感じで。<laughs> な,るなるほど、なるほど。はい。じゃあ結構でも学校の中で、その文化祭とか、まあラグ,ラグビーやってたらなかなか出られないかもしれないけど、はい。なんか出し物やったみたいのはあるんですか中学の時も、そうですね、なかったですね。高校も東行こうか、僕3年間で文化祭1回しかなくて、はあ、その時もなんかラグビー部で、本当、うん 日頃のストレス発散してくださいみたいな感じで、うん、僕たちがパネルから顔出して、うん、あの、来てもらったお客さんから水風船を当てられるっていうだけのことをやったんで、<laughs> まあ今考えればなんかちょっとネタとかやった、やっていけばよかったかなと思いますね。へえ。はい、へーえ。じゃあ今、まあもしやってたらみたいなとこも含めて、はい、こう好きな番組とか好きな今あります今ですか、今は、 そうですね今結構バナナマンが好きであいいですね、はあ。なんかラジオとか聞いててバナナマンゴールドですかね。<ー>はああいうのを聞くのが結構ラジオが結構好きであ<ー>今は芸人さんのラジオとか<ー>、はあ、他誰が面白いですかあとはあのー、マジカルラブリーとか。<laughs> <laughs> なんか統一性はないんですけど、<laughs> 統一性ないですよね。<laughs> <はい S 1> あのそのそ高校の時と同じで、一応ダウンタウン好きって言ってるけど、はい、言ってるけど、バナナマン好きとか言ってるけど、全然マジラブとかも聞いちゃうみたいな、<laughs> 全然統一性ないんですけど、とりあえずなんかこう、いろんなお笑いが好きみたいな、感じで,へでも、バナナマンはね、ライブがまた面白かったりしますもんね、そうですね、ねうん、あのー、配信動画配信、ネットフリックスですかね。へ で、今ネタをってあ。あるある入れますね。はい。はい,はい。あれはすごく良かったですね。えー、<laughs> こう、お笑い好き系で。なかなか濃い人います。チームメイトとか友達で。みんなどうですかね。福井翔太とかも意外とラジオ好きで。えー、あ、あと有吉のラジオも聞いてて。<laughs> <laughs> で、それを <laughs>。あの。福井と。あの、日曜日の夜,夜にあるんですけど。それを月曜日に話し合うっていう。えー 留学生か。<laughs> おもろいっすよね。あの、福井が、キランさん、聞きました、ラジオって言って、近づいてくるんですよ、まず。<laughs> で、ちょっとごめん、まだ聞けてないわって,言って。<laughs> で、まあ、先に面白いところ言われちゃったりするすよ。<laughs> はいと。福井はそういうところで、ちょっと、先輩とかにも、懐きやすいっていうか、ああ<ー>。いいやつですね。あそうですか、福井選手は。まあ、高校の後輩でもありますし。ね。 いや東もじゃあ多いですねそう思うとルトナイツは本当トっすね僕と藤田と室脇あと福井あと水上はいはいはいフランカもいたんで筑波からねそうですね多いですねあのちなみにサンゴリアスのその先輩の柿永選手は確かロッカーが橋本 リュウガ選手の隣で、朝会うと、フェニックスって言って、なんか演するみたいですよ。<laughs> 柿永さんっぽいっすね。あ、そう、やっぱり。それは柿永さんっぽいっすね。<laughs> サールブズの時、一番最初の時、柿永さん一緒で、はい。すごい良くしてもらったんで。へえ<ー>。はい<ー>。でも高校東福岡の時は3-1一で一番怖い感じだったんですよね、きっと。 あでも怖いっていうよりかは結構優しくしてもらったイメージですね。えー、で、同じポジションでもありましたし、うん、結構、だから1年生の時メンバーに入るには、柿永さんを超えないといけないっていうのがあったんで。あ,<ー>あと、松並さんもいたんですけど、そうですね。そうですね。そこと僕はもうバチバチにやり合うっていうポジションだったんで、うん、ずっと切磋琢磨してましたね。えーま、で、実際に今リーグワンが始まって、はい こう例えば、神戸スティーラーズ戦だと、遠い面、シりだったし、はい、シャイニングアークス、ア選手、は選、い、手、ブレイブルーパスだと三上選手で、あはい、サンゴリアス、石原さんで、トヨタ、清水選手、この間は選手は千葉選手と、はい、まあ遠い面も含めてですけど、スクラムどうなんですか、はい、各チームと。各チーム、本当いろんなスクラム組み方あるなと思ってて、まあやっぱり。 僕も負けられないんで、うんうん、しっかり試合前は、その人の特徴とかをちゃんとしっかり動画で確認しますね。えー、あどういうプレビューは、何を、どういうとこ見るんですか、まあ、やっぱり一番、なんかちょっと専門的な話になるんですけど、外側から組んでくるのか、うん、内側から組んでくるのかっていう、このちょっとす分かりにくいかもしれないですけど、 組んだときに外に回っちゃう選手と、しっかり内側につい,ついて、一緒に押してくる選手って結構変わるんですよ。うん、ちなみに一番の選手は左側空いて空いてますもんね、右側だけ、はいえと、例えば平野選手と組むわけですもんね。そうですねい例えると、石入り選手。はいはい、石入り選手はすっごく外から来るんで。お外から内にはい 外から一旦ヒットした後外から組るんでっていうイメージでーまあそれで僕の対策をいろいろ考えてやったりして逆にそうですね今シーズンだと,、えっと組んでなかったんですけど映像だけ見てて、あのー、トヨタの後半の三浦はい、はい、大学の後輩のんねえ大学一番三番じゃないですかはいあいつはすごい内側によって <laughs> 個人でっていうよりかはすごいチーム 8人で落ちてくるかなって感じですね。<ー>石り選手は結構もうパワーで外からグワーってくるイメージですね。<ー>なんかそういう一番でも結構タイプがいろいろ分かれてで、当然後ろにいるロックとかの重さによっても違うってよく聞くんですけど、どうなんですかそうですね、ロックはだいぶ変わりますね。<ー>やっぱロック重たいなっていうのは感じる人もいましたし、<ー>感じるチームって感じですかね、それ。 本当前3人、高校の時とか大学の時とか全然そんな考えなかったんですけど<ー>もう今、このリーグワンとかこのレベルになってくるともう本当8人でスクラムを作んないといけないんで、うん、まあそういうところは全然違うなっていうのはでやっぱりロックがもう後ろ5人ですね、うん、後ろ5人がすごい大事だなっていうの思います、ね。ロックだけじゃなくて はい、もうフランカー何倍とか、多分うちのチームの映像とか見てもらうと、フランカーとかがすごい一生懸命押してくれてるのが多分見えるんで、そういうところもしっかり注目してもらいたいですね。面白いですね。はい、ちなみに当然、相手方もあの平野翔平はどう来るかって研究されるわけじゃないですか。はい やれてたらいいいんですけどねいや、それはそうでしょう。<laughs> はい、ナスクラム強い象徴の人なんですから。そうですね。自信は持ってるんで、そこは。どういう分析されてるか、ちょっと聞いてみたいものがありますねあ。あの、今はなかなかアフターマッチファンクションできないかもしれないですけど、はい。はい、そういう過去にはありました。そういうちょっと、やり、あの話し合うじゃないですか、終わってから。そうですね。なんか意外とでもそんな感じじゃなくて、も普通に試合終わりはお疲れ、うん、って感じで、あ,<ー>あの、 プライベートとか別になんかそういうラグビーよりかは、うん、なるほど普通の話の方が多いですね。えー、ちなみに今までやった中ではいあのスクラム自体でもそうだし遠い面でもいいですけどこういうの人強いなとかやるなみたいな。これがもうあの話結構飛んじゃうんですけどははい、はいあの6年前ぐらいですかねううん、うんあの チームの方で、あのー、行かせてもらってクルセイダーズの、はいはい、練習行ったと、ええ、あに、のー、ジョー・ムーディーとおとオールブラックスと、はい、組んだ時はめちゃめちゃ強かったですね。ええ、ジョー・ムーディーはすごいそのイメージはありましたね。何がすすごいんですかやっぱなんですかね動かなかった、そんなに。 やっぱ日本人みたいな姿勢の低さとかでは、うんうん、なんかあんまり感じなかったですけど、とりあえず力強くて、姿勢も、なんですかね、強くて、<ー>まあやっぱり、今まで組んできた中では一番かなっていうのは、ありますね。うん、僕のその6年前のイメージなんで、まあ今はどうなのかわかんないですけど、<ー>まあでも、その時、3番にも、あの、 オーエン・フランクスとか、ああ、すごい, <laughs>、はい。いたんで、うん、オーエン・フランクス、その時すごかったですね。はまあ、クルセイダスほぼオールブラックスですもんね、んそうですね。その時も、ほぼ8人ぐらいオールブラックスだったんで、<ー>すごかったですね。で、こう、技術のこう交流みたいなのをしたんですか <laughs> そうですね。あのー、オーエン・フランクスからは、すごいいろいろ、なんか、トレーニングの仕方とかも、<ー>まあ、あと、スクラムの考えとかも、いろいろ、 その時は教えてもらったんで、うん、まあすごくいい経験にはなりましたね。これ、プロップの中でも、特に平野選手って、はい、オリジナルのサイズというか、体型じゃないですか。<laughs> そうですね。すねはい、なんて言われます、周りには。<laughs> 大学の時は冷蔵庫と言われてましたね。<laughs> フリーザー <laughs> で。冷蔵庫で言われて、サイズ感が。で、やっぱ胸が出てるんですかね。うん これがなんかすごい相手一番は組みにくいとよく言われます。なんででしょうね。よく聞きますね。胸がこう出てる人、ね。はい。なんか首が折れちゃうみたいですね。首がまっすぐなんないから、この胸のところに入れていきたいのに、首がまっすぐなんないからい、背負った状態だからきついみたいな。ああ、一番からするとちょっと頭が下に上げられない、ま、はい、っすぐフラットにできなくて、はい。で、後ろから味方に押されるから、もう首がやばいっていう。はい、で、こうなっちゃうか、頭上げるかみたいな。 はあ、って言われますねだから結構僕アングルでや,やられることの方が多くてああなるほどか横から行かれるはい横から来て逆にペナルティもらえるんでだからそその僕的にはありがたいんですけどああなるほどなるほどはい多分み相手も多分そんなです、うん、横から行きたくないですけど多分行っちゃうんでしょうね<笑><笑>はいああいわゆる相手からするとこうまっすぐできないから横から攻めるしかないから 相手が横から攻めると、はい、結局それが相手のペナルティになった。はい、<ー>って感じですね。それ、小学生の時に一人だけハム食ってたのが、そのカメラ作ったわけですもんね, <laughs> すね。ありがたいですね、小学生の時の僕に <laughs> お礼を言いたいです。<laughs> ハム食ってくれてありがとうと。ええー。いや、確かに相手は組みづらいんだろうなって。<laughs> だと思いますね。思いますもんね。はい。えー、僕も絶対癒すもんね。ここ <laughs> どうですか、なんていうかな。 こう今、参考にしてたりとか、はい、理想のスクラムう、まあ、プロップとかっていうのは特になんかそこはなくて、うん、結構、自分ででもすごいいろいろ試したいなっていうのはすごい試すようにはしてますね。えー、なんかこういう試合でこう,こう感じたなっていう時も毎回毎回練習も。 あのトイメンクレイグミラーとか稲垣さんとかと組むんで毎回毎回勉強になるんで、うんまあ、いろいろ試していいものを作りたいっていうイメージですね、うん、誰かを真似するっていうよりかはなるほど自分でっていう方が多いですね今お話してたまさにチーム内がすごいですもんねそうですね同じポジションにも朝さんとか、ねはあ、で一番には稲垣さんとクレイグミラーいるんで、うん ジャパンばっかりの一列、一列にジャパンが何人も、3人以上いるわけじゃないですか、す坂田選手とかも含めて、めちゃめちゃ多いですからね、えー、で、堀江さんもいるんで、だから、本当、チーム内でスクラム練習するときとか、うん、もう、もうすごく豪華なメンツでやらしてもらってるんで、スクラムセッションがじゃあ、めちゃめちゃ毎回レベル高いってことですもんね,ね、毎回レベル高いですね、本当、えー、ずっと動かないとかあります。う<ー>ん <laughs> 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 はい、それだけでこうファンの人、練習見てるとたまなです、ね、そうですね、熊谷、今はあの練習も見れるんで、でね、皆さん、スクラムの時は結構、スクラム側に移動して、<laughs> <ー>バックスより <laughs> 見てくれますねでしかも後半、また投入されるね、あのはい、最近、先発後半みたいな感じで、なかなか面白いですよね、今。そうですね今 1, 2, 一気に変わるっていうののがあありますもんね、うん、あのちょっと前回の19年のワールドカップの日本大会の南アフリカを見るような。はい、<laughs> あの時ぐらいの入れ替わりようで。ですよね。今本当に6人中僕だけジャパンじゃないっていうのはちょっと <laughs> あ。あそうかそうか。そ,うね、<laughs> それでちょっと頑張ってるんで、まあ、そこはちょっと僕も頑張りたいなって手もあるんですけど。 あの、はい、今ジェイミージョセフ日本代表ヘッドコーチもいろいろ視察してますよね。はい。そのためにも髪の毛染まってるんで。<laughs> なるほど。<laughs> はい。しっかり見てもらわないと。ちょ <laughs> っとこれありますね。長谷川新コーチとこう話したりしたことあります。ちょっと話したりとかしたことあるんですけど。<ー>はい。そんな深くは話さながらない。話はい。はい、まあジャパンのね、今スクラムコーチ長谷川新さんですけど。そうですね。はい。その意味では。 今週末、はい、日曜日、分かりやすく多分、長谷川慎さんも気にする静岡ブルーレブズ戦じゃないですか。<laughs> そうですね。ねスクラムこだわりにこだわってるチームですからね。ですよね。ここは楽しみですね、はい、僕も。まあ、まだ先発は今収録段、収録で週の前半なので、先発メンバーとか分かりませんけど、はい、ブルーレブズの方がちなみに。 一番だと、まあ、植木選手が川田選手か、で、フッカーが平川選手だったり、はい、日野武選手だったり、はい、で右が、まあ、最近は伊藤,、えー、伊藤選手が、ああはい、平一郎選手が、はいえー、先発が多いですね、西村選手があです。植木だったら、あのー、世代っていうか、同級生なんで。あそうですか。ととかもあの候補とかもも 来てたんで結構昔から面識はあるんで明治で結構東海の時明治とも試合が多かったんで確かに、はあ、で結構植木と当たることが多いんで今回も、まあ、植木が出てきたら、まあ、すごい戦うのは楽しみって感じですね。お互いにある程度分かってるし。じゃないですかね。うんうんうん なんだかんだ雰囲気ですけどニヤニヤしてる気がしますもんね植木の方も。<laughs> あやっぱりそうなんだ。<laughs> あの宮崎ね、2試合してるんで。ああのシーズン前はい、あ、シーズン前に練習試合をもう2試合してて。はいはいはい。はあ、その時も植木選手でした、当面。植木と1回して、もう1人は違う選手でしたね。へまあそれはちょっと今回3試合目とか、はいはい、イメージ的には。<あ>はあ、なるほど。 あのー、やっぱりまあ旧ヤマハ、今静岡ブルーレブズのスクラムっていうのは、独特なんですか、はい、そうですね、なんか本当、ヤマハの組み方っていう、うん、ヤマハのスクラムってイメージは強いですね。これ、イーるル範囲で一言で言うと、どういうスクラムなんですかす、えー、と8人まとまって、うん、あのー、押せるまで、本当、ボール出さないぞぐらいのイメージですね。うん もうだからあの最初、僕が入った初年度ですかね、はい、スクラムでめちゃめちゃペナルティ取られて、負けた試合があったんですよ、えー、パナソニックが。その時に初めてこう、ヤマハのなんすかスクラム見た時は、すごいなと思いましたけどね、うん、すごいなんか個人でやってたイメージだったんですよ、僕は、<ー>大学の時とかは。 まあそこからはもう8人で組まないといけないなっていうのは<ー>でその時僕もちょうどあのまだ最初出てなくてはい、はい、でその時はシーズン終盤で出させてもらって、うん、で山田と準決勝ですかねうんでやってその時組んであの逆、えっと、ペナルティー取られなかったんでああなるほどああまあ、すごいそこはそういうのも見て成長して山田、うん、のスクラムっていうのはこういうのっていうのは すごいイメージありますね。ああそうか、じゃあ当時は山本聖選手が遠い面だったりして。そうですね、とか、あと,と、すごく小さい選手、一番の人いたんですよね。あはいはい。わかります、分かなんかはい。中、えーはい、えっと、中谷選手。選手はい。はい、中谷選手ですね。はい、はいはいはい。確か、あの人でした。ええ あの身長が小学生6年生の平野選手ぐらいで、その時にちょっと10キロぐらい重いぐらい。<laughs> い<ー> <laughs> ほぼ小6の平野翔平ぐらいのサイズの。そうですね。<laughs> でもめちゃめちゃ低くて強かったです。そうそう、中谷さん、はい、組みづらかったって言いますもんね、皆さん。はい、面そうです、そんな感じですね。なるほどじゃあ、私、日曜日、ゲーム実況させていただきますので、はい、日本大学まで行って。<laughs> あの楽しみに <laughs> 見させてもらいますはい、はい。ぜひぜひこの髪の毛を折ってもらって、そうですよね。<laughs> はい。スクラム中もいいスクラム組みたいと思うんです、確かに。はい、これ、お客さんもぜひあの、少しずつ変わっていくまた様もチェックしてほしいなと。ねはい、僕の感 <laughs>、まあ、まずはプレーを。<laughs> そうですよ、ね、もちろんもちろんもちろん。で、チームとしてもここまで、えーまあ、最初は2試合、コロナの影響でゲームできずに苦しいスタートだったと思いますけども。はい そそれ以降負けなしです、ね、そうですね全勝うまあやっぱりこれは負けられないんでずっと最初ちょっとスロースタートだったんでまあ今はすごいチームの状況もいいですし、えー、もう優勝に向けて毎試合毎試合全力出すだけですねうん、うん、あの神戸スティーラーズ戦も東京サンゴリアス戦も先手相手に取られた、はい、でこの間のトヨタベルグリッツ戦も途中でこう迫られたけども、はい、なんかこう バタついてるというか自滅する感が全然しないんですよね、ワイルドナイツ見てると。あ安なんかた分すごくそういうの <laughs> ネガティブじゃないんですよですね。見ていてなんかすごい崩されてっていうよりかは、うん、なんかこう、アンラッキー的なトライもあったんで、うん、そういう時はなんかあんまりみんな多分気にしてないと思いますね。チーム的に今、こういいですか、精神状態というか。はいいいすごくみんないい状態で うん、チーム状況もいいんじゃないですかね。今、校長誰ですか、チーム内で。全部ポジションを含めて。好調、まあ、前回の試合からすると僕じゃないですかね。そうでしょうね。<laughs> そういうコメントをお待ちした。そうですね。そうです、そろそろちょっとプレイヤーオーザーマッチ、まあ、本当にいかないと。ですね、5メーター、10メーター、ちょっと走ったぐらいじゃだめだったんで、<laughs> しっかりトライ取りきれるぐらい。 もう一つぐらいトライあればっいうしっかりトライも取って二十、うん、メートルぐらい走り <laughs> スカラムもペナルティ取って <laughs> 全部やりたいですね確かにでも先週も坂手選手が普通に堀江さんと変わってれば はい、平野翔平の可能性、大いにありましたよね。坂、ね、<laughs> 手がでも頑張って80分出たんですよ。ね、はい確かに、それもよく分かる。はいはいそれはちょっとはい無理でしたね。そうすねまあでも、まだまだたくさんその、えー、可能性は残されていますから、シーズンは。はいはい、ではここで一つ、ジャパンラグビー TV からお知らせ聞いてください、えー。ご視聴いただいています、ジャパンラグビー TV には日本代表のゲームをはじめ、さまざまな試合映像がフルマッチでご視聴いただけます。 こちらは J スポーツなどに映像の提供、ご協力をいただいての期間限定での配信です。また、この番組、ラグビーカタローゼでは、番組やゲストへの質問、コメントをお待ちしています。番組の説明欄に、質問はこちらからというリンクがあります。そこからぜひコメントをお送りください。また、番組のチャンネル登録もお願いいたします。さあ、ジャパンラグビー TV、矢野武志のラグビーカタローゼ、次回は4月2日土曜日朝10時からの配信を予定しています。 えここで今回のゲスト、平野翔平選手からえ次のゲスト、ぜひ紹介してパスを送ってもらいたいなと思うんですが、はい、お願いします。誰呼んでくれますか、えっとまあ、パナソニックの長谷川亮太選手を次はお願いしたいと思います。ほうほう、それはなぜ長谷川選手を選んだんでしょう。やっぱりちょっと同期っていうのもありますし。うん あとフォワード一緒にすごくいる時間も長くて。パナソニック、藤田良和と一緒ぐらい仲いいんじゃないですかね。おお<ー>。長谷川亮太。へえ<ー>。で、やっぱりちょっと長谷川亮太かなっていうのは。藤田選手、前この番組出ていただきましたしね。はい。ちょっとそれもあって、長谷川な、ね、かなっていうのは。はい。長谷川選手はどういう人ですか、普段。性格的なもの。はあ、すごく強い。 あのー、試合とか強い感じでボールキャリーとかすごいじゃないですか、うんはい、でも本当普段繊細でおとなしくてへ<ー>でもまあ面白いやつのはずです <laughs> <laughs> その辺を引き出してもらってそうですか <laughs> 何聞けばいいですかね長谷川も結構中学校小学校ぐらいの面白いエピソードあるんじゃないですかね高校からも。 いつもででかかかったはずなんでああ確かに、はあ、航空石川高校から大東文化そうですね、日本航空石川高校もあのトンガ人選手たくさんいる中でそれと同じぐらいでしたもんね、はあ、すごかったですけき、ね、もマジで本当、トンガ人選手かってぐらいの走りしてましたもんね。で あいつだって、僕あの、そのアンダージャーチ代表とかで、はいはい。初めて一緒になって、そっからなお中なんですけど、うん。もうあいつ歯磨き磨いてるだけで血管浮き出てて。<laughs> どういうこともうこ高校生の時からクソマッチョで、はい。歯磨きでこう歯ブラシこうしてるだけでパンプしてたんですよ <laughs>。<laughs> やな高校生ですね。いや、そうっすよ。こいめちゃめちゃごっちいな、こいつと思って。 そっからですね <laughs> そうか、じゃあそういうのも自分で鍛えたのか、ナチュラルボーンなものなのかもちょっと聞いてみたいと思います。<laughs> はいはい、いや、あの、めちゃくちゃ今日楽しくて、本当はまだまだお話聞きたいんですがこう、時間も迫ってきたんで、ちょっとなんか言い足りないなとか、はい、ちょっとこれ、えー、ここ試合のことでもこれ見てねとか、何かあれば、<laughs> ね、後輩たち今こいつ頑張ってるよとか。そうですねやっぱり 後輩たちっていうとそろそろあの選抜大会があるんで、なるほど,なるほどはい東福岡の方には去年、花園ではあの行政の方に負けてるんで、この選抜大会はちょっと優勝してもらって、へーへー頑張ってもらいたいなと思ってます。準決勝からお客様こう見に行っていいそうなので、観客う観客だそうですからうで,す、はい、でホームですもんね、なんつったって。そうですね、もう熊谷なんで。へーへーはい もうすぐここです。今、僕がいる。そうですもんね。<laughs> 見に行けたりはできるわけないか。かぶっちゃいますもんね。完全に。そうなんですよね。はい、うん。まあ、どっからに行って、もしかしたらっいかいそうです。でも、平日もあ,<ー>あの、ありますもんね。そうですね。<ー>なんかチャンスはあるかなかもしれないですね。はい。で、しかも、なかなか今、このね、このリーグでやってると、高校生たちと触れることはなかなか。 試合見少ないですもんねきっとでもなんか今、その熊谷で選抜作もやるんで、多分練習見に来たりとかするんじゃないですかね、パーソニックの。そうですよね、高校生たちが見るのいいですね、それも。ちょっといつもより気合入っちゃいますね。練習で張り切りすぎて怪我しないように、まずそこ、でもスクラムセッションなんて本当高校生たちは見たいでしょうね。え お笑い芸人を目指していた時期もありましたが、はい。あの選手、ぜひ改めてまず目標をこれからの教えてください。まあしっかりあのー、リーグワン一つ一つ毎試毎試頑張って勝ってって、まあそこでまあもちろん代表もアピールして、うん、でまあえっとリーグワン優勝に向けて頑張っていきたいなと思ってます。うん、そうですね。はい。では残りのリーグワンの戦い、これベストフォーに入れば。 優勝を争うプレーオフにも行けます。えファンの方に最後ぜひメッセージを送ってください。お願いします。と毎試合毎試合、えっとスクラムでてペナルティ取るんで会場に、えっと来た際さい。えっとスクラムの前僕に熱い一線を送ってください。それがエネルギーになります。応援 <laughs> よろしくお願いします。 素晴らしい声援と言ってしまうと今この時期は声を出しちゃダメというのもちゃんと気を使って視線を送ってくださいというちょっと気遣使わてもらいましたではファンの皆さん熱視戦をえ青いジャージの三番に注いでいただきたいと思いますはいよろしくお願いしますそしてプレイヤーオブザマッチいつ平野選手が取るのかも期待してほしいと思いますはい。え今回のゲストお越しいただきました埼玉パナソニックワイルドナイツから平野翔平選手でしたどうも平野選手ありがとうございましたありがとうございました えー、それでは番組このあたりでノーサイドです。